皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアンチャーテッド古代史の秘宝遊んでいきましょう。さあ前回ですね、チャプター4をクリアしてチャプター5に突入で、今日向かっていくのはそっち、そのガネーシャ像のそこですね、脳みそ部分。行くぞー、ナディン行くぞ。まずこっち、敵のおじさんいません？大丈夫？オッケーね。なんか話して、ナディーン。急に静かになんだ。さあ、どう行く？近いようで、多分遠いぞ。待ってね。どこ行った、どこ行った、どこ行った、消えた。ん？明日ね、そっちか。下にいる階段。あ。の残骸だね。さあどっかにお宝、どこだ？うん、こいつか。よし、さあこれ取って、パドック材の紅茶入れ。よし。ただね、あの検知器、あれもね結構困りもんですね。だって鳴ったら行かなきゃいけないじゃん。ほんで、あ待って、今多分会話シーンあったっぽいな。これちょっと待ってね、多分これ買い終わった。一旦リスタートしよう。よし。下に行く階段の残骸だね。さあこれ会話。どうやっててっぺんに向かう？ヘリ持ってきた？はあ、置いてきた。なんだ、じゃあ自力。よし。さあでですね、お宝は大丈夫？取ったね。そう、これね、ありがたいね。一応セーブがされているで、ヘリコプターありません。となったら一旦下って、こっち、押し、スイングできる。オッケー、いい、先行って。いいの、行っちゃうよ。ジャンプ。どっちに行く？多分そっちか。そこね、行くぞい。おし、そっち、そっちは？次は登る道探し。つながっている？どう？ねえ見て、滝の下に建物があるでしょ。本当だ。よし、で写真撮って、こっちか。あ、またもうこれ、どこ？どこな？これ結構あんな。どこ？そっち？行ってみよう。よし、物差して。日本で巨大な、なんて言うんだろう、ああいう巨大な彫刻、彫像っていうと牛久大仏ですかね。茨城のだいぶ近い。待って、近いよ、近いよ。困るな。おし、ここね、いただき。さあこれは手彫りの水差し、これ取って、次、さあお次、待ってね、これそっちから来て、そっちか。いや違うんだよな、待って、今のは多分お宝ゾーン。おし、でそっち、ジャンプ。近くで見るともっとすごいね。よし、でそっち。でもね、あんちゃんね、やっぱこの葉っぱの生え方、これがいいね。センスありますよね、この葉っぱ職人、葉っぱ植え付け職人。でそっか、いける？怖えな。はい、よし、失礼。さあ失礼して、次どっちだ？ここ、うん、いける？よし、こっち行くよ。行こう。でこっち、ほらこっち、安全なの？
もうしつこいわね。安全じゃないのくらい分かってんでしょ。うん、安全とはほど遠いわ。あ、危ない。一応言っとくけど危険そうだね。こっち戻ってこられる？ええ、平気、追いつく。待ってね、そっち、自分でこういう時絶対掴まれないわ。自信がない。怖え。ここどっち行く、どっち行く。待って待って、そっちそっち何もないぞ。ん、下か。うん、下行ける？あ、これダメ。ここではない。さあ、となると一旦そっち行って、あ、そっか、そこね。指か、小指。はい、よしよし。でからの措置。自分ね、最近 PUBG あれをね始めたんですけど、あれ面白いね。踏んで起きる、素直になったら。ハマってますね。はい、おっしゃ。ほら、心配してくれちゃったの。全然してない。マネージャーは障害退けるんじゃない。ツンデレめ。その人の役に立ちそうな障害は例外だから。ハレビードにマネージャーが幸運を呼ぶ神でもあるのよ。富と成功のためにお祈りするってわけ。え、なるほどね。さあ次、どっち行く。パッと見これ分からんな。どっち。そっちではないっぽい。そこの上っしょ。上、うん、そっちか。そこにフック。ここからしか渡れないのかい。さあ行きやす。行きやす言ってもどこに。楽しんでるかい。もちろん。あ、そっちか。別フック、そこね。はい、よし。あぶね、こっちじゃない。どこ？これ？いける？よし。楽しい？間違いなく行かれてる。いい意味よね。後で教える。さあ、登って、よし。こっちの人の脳みそ。とね、そこに、フック。よし。いた。で、からの、どうだ？あ、そこね、その、そっちね。いただき。よし。あぶねえ。でも素手でこれってすごいよね。手袋なし。どうも。てっぺんまであとどのくらい？アサーブがいないなんて意外。ラッキーね。いるけど、上に来ないだけ。なんで？あいつ高所恐怖症だから。いや、ここは怖いでしょ、さすがに。一般の神経なら。で、次、再び上にフックある。待ってね。おし、で、そっか。てっぺんまでスイングできる場所あるかも。もうちょっと行ったとこ。またか。ありがとう。さっさと登って、落ちそうだ。よし、すまね。さあ、失敬して。よし、やっぱ今みたいな時は女性の方がいいね。体重が軽い。よしよし。ほら、どう？感動ものでしょ？で、どうやって降りるわけ？普通に行く？それじゃあ、ゆっくりね。よし。で、そっち。ここもね、すごいな。この葉っぱの感じ。実写よりも美しい。あ、で、そこね。よし、待って。これでいく。え？どう？
オッケー。で、からの、こっち。よしと。さあ、だいぶ近い。もうちょっと、行こう。さあ、ぴょん吉くんして。ここは安定してる。やな予感。でですね、次。もうちょい上。よし。ペルシャ人のおかげで入れるってとこね。で、こっか。脳みそ。そんで？うわぁ、すごい穴。トレビシェット使ったんだ。これ何？トレビシェット。普通の人みたいに透析機って言えないわけ？透析機の種類だよ。これみたいに重い球も扱えて、飛距離も長かった。ああ、軍で習ったの？ウィキペディアで調べた。普通の人みたいに。なるほど、そっからこう、これね、石か鉄球、これがぶち抜いてこうなっちゃった。ひどいこと。で、この奥、さあ何がある？ここも怖えな。なんか出てきそう。いい？言って。まあ、ただ、つんときのクリーチャーみたいなもんはもう出てこないっしょ。よし。すごい。で、下っていく。いつもおなじみ、パラシュラーマとガネーシャ。こいつら、仲間ってるの？ああ、ヒンドゥーの神様は悪魔だけじゃなく、仲間とも戦ってたの。フェアじゃないね。ガネーシャは無防備。ああ、素手が好きだったんじゃない？よしと。さあ、ガネーシャさんに降り立って、次。どっちだ？そこか。このライティングね、これが本当に美しいわ。で、そっち。で、降りていく。クリエイターさんのセンスがやばいよね。ノーティードッグ。おし、危ない。なんかあるなんかある。そうみたいね。多分下かな。行ってみよう。仕方がない。なったからには仕方がない。どこ？どっち？こっちではないっぽい。もうちょいなんか教えてよ。どこな？わからんて。ん？どこどこ？近い近いよ近いよ。そっち？多分この上？あ、ですね。多分こっちか。どこ？あ、そこね。普通にあるわ。よし。さあ、これ取って。合金の壺。はい。合金の壺です。扉を塞いだけど、無駄だった。まさかペルシャ軍が上から来ると思わなかったんでしょう。2回も攻め込まれたら備えそうなものだけどね。負けるなんて思っても見なかったんじゃない？さあ、どうする？どっちに行く？行けそうなところどこだ？こっちではない。で、一応写真撮って、パシャリ。まあ、これは撮るよね。来たら。で、お次。多分そこ登っていける？まあ、ただそっちから来たか。と、ゾウさん。と、こっちかな。これか。どう？あ、違います。全然これではない。こっちか。ここからついてく。あ、すげえ、人骨装備よ。言った通りね。さすが私。これペルシャ人。ああ、ペルシャ人とホイサラ人両方ね。最前線か。戦の後。で、そっち。トラップとかない？大丈夫？お宝、どこだ？
待って、腕は、これが光ってる。どっち？そっち？ねえ、またあの扉。いや、違うな。待ってね。反応が薄くなった。どこ？どこ？どっちどっち？多分、この近く。あ、そうか。よし。さあ、これ取って。黄金のケースと象牙の義肢。はい。これ実際に入れ歯として使うんですかね？顎にはめ込んでいく？おし。で、再びこれ。よかった。ちゃんと開いた。そんで？久しぶりの明かり。納骨堂みたいだね。なんかの仕掛けありそう。ヒンドゥーには納骨堂はないの。大抵仮装するから。神聖な儀式よ。アンティ・イシュティ。最後の犠牲って意味ね。犠牲？この肉体はただの借り物で、返すことで他の人が使えるようになるってこと。いい響きだね。こいつらには手遅れか。魂の器か。で、この奥。ねえ、こっち。ここが最後の砦。ああ、抵抗むなしく滅亡ってこと。でもこっちには都合いい。まあ確かに探索できる。で、これは特にインタラクトできません。最後の兵士、このまま死んでいる。さあ、なんかの仕掛けありそう。と、お宝。お宝もありそう。どっち？さあ、これは？これなんて読むの？海洋。なんすかね、これ。バタークッキー的な何か。どう使うんだ？入れそう。今のちょっとググってみよう、後で。で、他にはありません。この奥。ナディーン、ちょっと手伝ってくれない？うん。ほら、どいてちょうだい。恨まないで。ここ怖いな。なんか起きそう。どう？そこどいて。ごめん。もうすぐだね。朝部より先だといいけど。大丈夫？しかしね、このゲームやっぱり物の重さ、重厚感がすごいね。この槍の感じとか質量を感じますよね。で、これも特に名もなし。行こうかね、先に。こっちか。この装置見たことある。水が出てこないといいんだけど。さあ、これは謎解きっぽい、うん、やってみよう。あ、面白いじゃない。これ何なの？そうね、多分扉を開くための仕掛けってところじゃないかしら。あの扉、左はパラシュラーマに斧を与えている芝でしょ。で、右はパラシュラーマがガネーシャの牙を折ってる。待って、斧でかい。ええ、ガネーシャの父親の芝がパラシュラーマにあげたやつ。ええ行かれてる。いい家族。ほら、あの扉開けましょう。立体パズルか。影ね。とりあえず触ってみよう。直感に頼る。そう。それじゃ早速。なるほど、ピースが離れてっちゃったわね。影も動いたよ。待ってね。あ、なるほど、スライドするのか。で、そっちとこっち、
これを同時に完成させる。なるほど。となると、待ってね。そっち。まずやっぱ決まってるところから潰していきたいね。これはあ、そっちちゃう。ということは、一旦こっちにこう寄せて、でですね、次。あのおっさんか。全部並べてみましょう。これ結構楽しい。このおっさんこっち。でからのこっち。さあこの状態で、あでもそっちか。こっちは全然。一応そっちやってみる。この状態で。最後に、あ、こいつか。あ、これを真ん中に入れていく。真ん中。よし、次は。待ってね。これ真ん中。真ん中むずくない？どうすんだ？多分リセットも可能。真ん中。真ん中か。あ、これ結構むずいな。こんぐらいがあるわ。一旦こうして。そう、真ん中にしたらいいんだけども、ただこれで、他の動かしていかないといけない。そうなるとずれてしまう。いや、いける？あ、どう？あ、揃ったね。ただ、そっちか。そっち？そこも揃えていく。これ、むずくない？やってみよう。まずは、この人。この人をこっち。一番奥。で、さらに、あ、そこなぁ。あ、これか。これとこれを入れ替えていかないといけない。マジで。これむずくない？入れ替えか。待ってね。やってみよう。なんとかする。でからの、こっち。こうして。さあ、もうちょい。もうちょいよ。あと1工程。ここな、これを真ん中。これ真ん中。真ん中か。ちょっと待ってね。これを真ん中。ということは、こっちか。これをここに。滑らしてでからのこっちこうしてでさらにこいつを戻す。どう？いけるはず。あ、いけてね。斧どこどこどこ斧。あ、こいつか。よし、これならばいける。さあこうして、どう？揃った。できたかも。やったね。開いたよ。朝飯前に。で、そっちか。よし。さあ、何がある？虎と戦う皿。それとスイッチ。行くわよ。祈ってて。今の平気？さあね。死ぬのはごめんだよ。リラックス。いい？
ちょっと慎重に、うん、すごいな。これって磁場？多分そうだろうね。レイザー、ナディーン！問題なさそうね。なさそう。じゃあ牙はどこなのさ。まあね、何が何だかさっぱり。つまりこういうこと、ポイサラに無駄足踏まされたんだよ。その通りね。最高。いい、聞いて。ガネーシャはどこのシンボル？ハレービート。じゃあシバはどこのシンボル？ベルール。そしてそのベルールは古い都。その通り。王様が建てたこの絢爛豪華な都がペルシャ軍の格好の餌食になったんだとしたら、古い都は忘れ去られる。この町はおとりってこと。わざと差し出してベルールを守った。そしてお宝も。初めっから牙はここにはなかったってこと。ベルールはどこ？やばい。さすがにこれはまずいんじゃないかい。くせえ、手に捕まって。レイザー、平気よ、行って。どうする、登っていく。もう水来るわ。破片は避けながら登っていく。待って、これ回転するも無理だよ。お、これはまずい。どっち行く？裏か。待ってね。裏行って、よし。ひたすら上に。ナディーンどこ？どっち？そっち？いや、違うな。こっちか。さあ、合流して。この上。ダブ、レーザー、ヘッキー、今よ。まずい、こっちも崩れていく。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんぞ。よし。大丈夫。生きてるなんてびっくり。才能よ。うん、もあるけど。ああ。ねえ、あなたやるじゃない。そっちもね。あいたち、ちょっと今の何？笑える。慣れてないにも程があるんじゃない。ねえ、気のせいかもしれないけど、ここ滝がなかった？あったわ。それじゃあ、あれは何？水路ね。滝の水が流れているのよ。すごいね。私たちがやったの？まあ、私がだけど。はいはい。ねえ、その、さっきは詮索してすまなかったね。ああ、いいの。あなたならきっとパパと馬があったはず。パパもムカつくくらい頑固だったから。奴らに気づかれただろうし、早くここから離れた方がいいわ。確かに。はあ、行くよ。オッケー。で、向かっていくのはそっち。水は門の方に流れてるから、水路をたどっていきましょう。そうだね。先行くよ。
よしよし。さあどうね、すいません、今回時間の切れはちょうどいいんで一旦断りにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回アンチャーテッドでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。